はい、どうも、ユッキーです。今回はじゃねえや。なんかいつも今回はっていう癖がついてる。ですね、アマゾンで、購入した、とあるね、器具をご紹介しましょう。はい、ということでね。最近ですね、太ってきたと。ので、ダイエットに励むということでね。まあ、かなり太ってきましたんで、特にお腹がね、ビールっ腹にね、なってきてるんですよ。ああ。この、ちょっと見えない。こちら、なんと超激安価格。いやー、安くなったもんだなーって感じ。うん。しかも、やけにね、薄くなりましたよ。こちら、じゃじゃじゃーん、オムロンの体重計でーす。ドドーン。ドッドドーン。オムロン体組織計体スキャン214というやつですね。こちら値段が2300円ぐらいでした。安っと思って。で、これなんで買ったかっていうと、まあ、ぶっちゃけた話、俺自分の体重もよくわかんないんですよね。結局ヘルスメーター乗ってないから、ほぼ乗ったことないんで、さっぱりわからないんですよ。で、これは、あれなんですよね。体重計プラス、まあ、今の体重計って大体そうなんだけど、体脂肪率も測れる。で、内臓脂肪レベルも測れるらしい。ということでね。あと骨格筋率とかいうのも測れるらしい。これ本当かよ。これ本当なの？昔はさ、こうやって手に持つ、こう、なんかさ、機械みたいなのあってさ、今でもあるんだけど、こうやってやってさ、体脂肪率測るやつあったんだけど、まあ、今でもあるんですけどね。あれは昔俺やったことあるんですけど、なんか内臓脂肪がやけに多かったわ。確か20歳ぐらいの時に測ったんだけど、すげえ体脂肪率の、いわゆる内臓脂肪がすげえ高かったのを覚えてますけど。それでは。まあ、今ね、何キロなのかなと。おぉ。じゃじゃじゃーん。ほほほほ。あ、結構。あ、うっすこれ。わあこれこれうっすでね、まあ、本棚とかにもね、こうやってそのまま刺して、出るレベルらしいんで、これ薄いっすね。あ、すっげえ薄い。超薄いじゃん。うっしゃーうっしゃすげえな。はえー。これはすごいっすね。それでは早速ね。うわ、でも、すごい。なんか、落としたら確実にバリーンっていきそうな。ここガラスですね、この。この緑色の部分。これガラスですね。ポイって落としたらガシャーっていきそうな気がする。これは怖い。それじゃあ付属のね、電池がありますんで、これをピピッとね。ピピッとちゃう。よいしょ。よいしょ。どんなもんかなぁ。俺も内臓脂肪は高いと思うんですよ。俺多分酒ばっか飲んでるから。おそらく。うん。多分ね、結構高いとは思うんだけど。まあ、体重もね、かなり増えましたよ。俺昔超ガリガリだったんだけど。今は結構太りましたもん。65キロぐらいあるんちゃう。多分65キロぐらいあるんちゃうかな。よしっと。どうだ？起動！
これどうやって押すの？あ、へえ。ほえー。なんか明らかにガラスなんだけど、こうタッチするみたいな。ちょっと圧をかけるというか、こう。すると、起動しました。2と表示されてます。地域ですね。この初期設定。初期設定みたいなのかな。地域番号を選ぶ。東京は2番です。あ、こうか。間違えた。ごめん、間違えた。あ、これでいいですね。ですね。あと、個人データを、登録するって書いてあります。電源をまず入れて、はいはい。で、個人番号を選ぶ。個人番号またはゲストを選ぶ。はあはあ。設定電源に触れる。はい。あ、年齢ちゃんと書かれてます。30歳ってなってますね。なんで俺の歳分かったし。なんで俺の歳の分かったし。で、ポチッと。で、男女を、設定して、男女。はい、男。身長が、を設定すると。ほえー。すげえな、最近の体重計は。ほら、こうやって、こんな感じ。結構よくできてる。俺身長173ぐらいなんで。ほいっと。できた。これで完了。うん。なるほど。すげえもんだな。そんで、ゲスト、先ほどの、ゲストを、これ選んで、うんうん、こうなってる。で、体重計に乗って、うん、測定完了したら、この右と左のボタンみたいなのがあるんですけれど、この右のボタンと左のボタンで、ピッピッピッと、体脂肪率と内臓脂肪レベル、さらに骨格筋率、体年齢、基礎代謝、BMI、この6つが見れるみたいですね。ほー！ほほほー！はぁ。骨格筋率ってのは何なの？体重のうち骨格筋の重さを占める割合です。骨格筋は運動などで鍛えることができる筋肉です。あ、じゃあこれであれじゃないか。俺最近その、あれなんですよ。プロテインを買おうかなと思ってて。で、寝る前に今10分、筋トレしてるんですけど、本当に全然動いてないんで、一日中、引きこもってるんで家で。で、こう椅子に座ってるだけなんで、ね。なんで、もう、やべえっす。とにかくやべえんだ。それではね、実際に測っていきたいと思います。はい。ということで、実際に測っていきたいと思います。フルチンに裸に、なりました。こちら、チンチンです。はい。ということで、乗っていきますよ。よいしょ。あ、違った。電源入れてない。ごめん、電源入れてなかった。電源を入れまして、これあれやな、あれすんのめんどくせえな、編集すんのめんどくせえな。65.8キロ。ほほほほ。いてててて、あー死で。65.8キロ。65キロもある。笑った。で、これを右と、あれ？あれこれでどうすんだっけ？
あれちょっと待って。あれ？これどうやってやるの？これ設定。あれ？あ、間違えたかな？あ、俺ゲストで測ったの。これでいいんだ。最初になんか、この設定されてる人のやつを選ばなきゃいけない。じゃあもう一回測ります。その状態で乗らないとダメなんだ。65.8キロ。はい、出ました出ました。体年齢、血糖代謝、BMI22.0、体重 65.8キロ、体脂肪率 20.8%、 内臓脂肪レベル6、骨格筋率 36.5%、 体年齢が31歳。ちょっとあれやね、こんな感じで表示されるっぽいですね。ほー、内臓脂肪レベルで6ってやべえんじゃねえの。内臓脂肪レベル6って、内臓脂肪レベル 6？ あ、でも標準って書いてある。あ、ここの下でわかるんだ。このさ、ここにさ、あのさ、あれ？ここにさ、ここにさ、低いと標準とやや高い、高いっていうの表示されてるけど。へえ、これで大体わかるんだね。体脂肪率やや高い。内臓脂肪レベルが標準で、骨格筋も標準。基礎代謝なんてのも出るんだね。BMI が 22.0。BMI22.0！ BMI22.0 って、あれじゃねえかよ。ぴったんこ、あれじゃねえかよ。確か BMI って22が標準だったよ。22.0 標準だったよな。22.0 標準で22ってすごいな。ど真ん中やん。でも実際 BMI ってあれだからね、標準は結構太ってるからな。そう考えると結構太ってますね。体重 65.8 って、あれだよな。はぁ、あ。なるほどね。体脂肪率がやや高いって書いてある。体脂肪率が、20.8% ってやや高いって書いてあるね。でも内臓脂肪レベルはそんなでもない。骨格筋率の平均。あー、すげえな、これ。ということでね、まあ俺今裸になってるんですけど、わざわざ裸になる必要が果たしてあるかっていう、多分ないです。多分ないでしょ。なんかそっちの方が正確に測れるかなと思ったんだけど。まあということで、測ってみました。で、これからね、10分間ね、1ヶ月ね、寝る前あたりに10分間ね、トレーニングして、あとプロテインも、購入したいと思います。ダイエット。もうすげえんだよ、この腹がさ。あ、そうだそうだ。腹で思い出して、確かね、ウエストつい最近測ったんだけど、87センチだったもんね、ウエスト。ウエスト87センチだよ。前俺78センチぐらいだったんだけど、普通に前78センチとかだった。ウィッシュということで、測り終わりまして、で、ウエストをね、ちょっと測ってみようかなと思います。はい、ウエスト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 。
ど、ほら、これ見えるこの、この出腹。これちょっと測ってみましょう。あー、編集めんどくせえな。絶対チンポ、チンポ丸出しにしたから。編集めんどくせえぞ、マジで、俺、今日。編集めんどくせえぞ。ウエストってどこら辺を測ればいいのかわかんねえんだよな。へその上を測ればいいのか。厳密にわかんないんだよ。89、こっちちゃう。もうちょっとここら辺か。87です。87です。87。よし、87ですね。やばい、自ら。87センチ。あー、太ったな。俺78センチの時あったんだけどな。つい10年ぐらい前。ついでもないんだけど、10年ぐらい前は本当に痩せてたんで、本当にあれなんです、ね、痩せてるとウエストが細すぎてズボンがずり落ちてくるっていう。ウエスト87 87か。87か。結構ショックがでかい。本当にね、このね、ウエストの三段腹のあたりがね、すげえ出てくるようになったよね。酒の飲みまくってるせいだと思ってた。ということで、これからまたね、1ヶ月後ぐらいにね、測っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。